検察官と共に捜査を行うほか、捜査、公判、刑の執行の遂行のために様々なセクションで仕事をしています。捜査機関から送られる事件が適法な手続きに基づいて送致されているか点検し、事件を受理する事件担当、真相解明になくてはならない証拠品の保全・管理を行う証拠品担当、最新の技術を駆使して証拠となるデジタルデータの保全・解析を行う東京 DF センター、犯罪被害者に寄り添いさまざまな支援を行う犯罪被害者支援室、刑の執行を受けないまま逃亡する者などの所在捜査を行いその者を確保する特別執行担当、警察庁に送致された事件の書類の保存・管理を行う記録担当、社会正義の実現のため日々熱意を持って仕事をしています。